JR 札幌駅。今日、駅の改札内に新しいお店がオープンしました。それが、ありがとうございます。そうなんです、実はここ駅の中で生ビールがいただけるコンセプト立ち飲みバーなんです。いただきます。おいしい。JR 東日本企画と JR 北海道フレッシュキオスク、そして札幌ビールの3社が初の共同企画としてオープンしたビアスタンドソラチ。こちらでは上富良野産のホップソラチエースだけで作った樽生ビールソラチ1984が楽しめます。いやー、これ美味しそうですね。いいですね。もう列車に乗る前にクッとね。あの泡の部分がちょっと甘くて飲みやすいです。あのキレがすごくよくって華やかな香りとともに、この苦味もね柔らかめで、あ、ごくごくといけちゃいますよね。またおつまみには道産の魚介類を使用した海鮮珍味などが揃っていて、北海道の味覚を意識したビールとのペアリングが楽しめます。札幌市は日本でビールの消費量がナンバーワンの都市なんですね。ここ JR 札幌駅はまさに玄関口ですので、ここでですね、札幌のビールの文化を楽しんでもらえたらなということで、あのこちらに作らせていただきました。旅の始まりもそうですし、旅の終わりにもこちらに立ち寄ってビールを楽しんでいただければなと思ってます。駅改札内で北海道の味覚を楽しめるコンセプトバービアスタンドソラチ、来年夏頃までの期間限定で楽しめる予定です。一方、大丸札幌店地下のほっぺタウンにも新店舗がお目見えです。北海道初房庵、海の宝石をコンセプトにした海鮮の新ブランドです。日高昆布など道産昆布で取った出汁に漬けた道産のたらこ、道東野付産の大ぶりで贅沢な味わいのホタテ、そのままご飯にのせても、だし汁をかけてお茶漬け風にしても美味しい苫小牧のホッキに明太子をまぶしたものなど5種類の商品を販売します。初日から多くの客でにぎわいました。試食させていただいたら美味しかったので、夜ちょっとこれでご飯とビールのおつまみとちょっといただこうかな。この新ブランドを立ち上げたのは、出汁で有名な百済本家グループの百済本家北海道です。道外の人がやっぱりびっくり、あ、こんなのがあるんだ、徐々に徐々に広がれば嬉しいなというふうに思ってますし、今後も道産食材を使った商品を増やしていくとしています。